ベネリノバはイタリアのベネリ社が狩猟用自己防衛用として開発したポンプアクション方式散弾銃である。革新的な特徴としてスチール及び強化ポリマー製の一体型レシーバーとショルダーストックを備えている。本銃全体としては主要モデルが2つ、そして派生モデルが1つ存在する。重心及びサイトを交換可能な狩猟用トラップ。 スキート射撃用モデル。仕上げはマットフィニッシュ、もしくはカモフラージュフィニッシュとなっており、ポリマーでコーティングされたレシーバーとストックにより、作動機構と重心には独自のコーティングが施されているため、他の成分を通さないとされている。また、重心はライフルドボア、もしくはスムースボアで、長さは通常24、26、28インチのバリエーションがある。 チョークに関しては5種類のものに交換ができ、それ自体も改良されたインターナルフルチョークとして販売されており、拡張用アフターマーケットチョークも使用できるようになっている。自己防衛用モデル。ハンティングよりも短い18.5インチの重心とゴーストリングリアサイトを備えており、ハンティングよりも素早く簡単に操作できるようになっている。バレルはスムースボアとなっており、 チョークを交換できるようにはなっていないため、ハンティングと比較すると汎用性は低く、長距離の精度にも劣る。わずかに仕様が異なる H2O の場も存在し、このモデルは仕上げがニッケルフィニッシュとなっており、また使用可能な弾薬も12ゲージ弾のみである。多くの反動低減機能を持ち、ピストルグリップと交換可能なショルダーストックを備えたモデル。付属の内部減速機で、 これを使用しない場合の射撃時の反動は強力な3.5インチショットシェルを使用すると本銃自体がコンポジット、スチール製で軽量であるために非常に強烈である。そこで軽量な本銃は高速で重い荷重を得ることで重い反動に対して効果を得ることができるようになっている。前述の通り、このリコイルリデューサーは 体感反動を軽減するのに役立ち、いてはより早い時段発射が可能となる。リコイルリデューサーはオプションであるため、ベネリのディーラー、または一般的なショットガンウェブサイトから個別に購入するか、元の販売、注文に組み込む必要があります。このリコイルリデューサーは、バッドストックコンパートメントを介して、ストックに接続する装置、及びリコイルユニットに挿入される水銀の2つで、 構成されている。ありがとうございます。